アイテム番号 SCP-196JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル。現在までに11本の SCP-196JP が発見され、そのすべてがサイト8148の第5隔離収容室に収容されています。収容室は完全な遮光がされ、女性職員のみで管理されています。サイト管理官の許可がない男性職員は収容室の半径30メートル以内に近づいてはなりません。万が一 SCP-196JP の光を男性職員が目撃した場合は、その場で取り押さえ、収容室から十分な距離を取ってクラス A 記憶処置を行ってください。説明。 SCP-196JP は隔接直径約 70cm、 高さ約 30cm から 80cm 程度の円柱状の物体及びその集合体です。非覚醒時は石のような強度と重さですが、覚醒時には柔軟性を持ち、軽量で粘着質な液体で表面が薄く覆われます。それぞれの説には顔が描かれていますが、いずれも被害者とは無関係です。SCP-196JP は不定周期で約3分から最長78分程度の間、淡く青い光を覚接から放出し活性化することがあります。一度この光を見た男性は興奮状態に陥り、覚醒不覚醒時を問わず SCP-196JP に異常な執着を見せ、SCP-196JP の周囲に居座ろうとします。この時覚醒化状態であるならば、SCP-196JP の摂津を簡単に抜き取ることができるようになります。抜き取られると覚醒化状態である限り、抜き取った男性は決して手放そうとしなくなります。そして同時に表面に直径 5cm から 9cm ほどの穴がいくつか発生します。抜き取った男性はいずれかのその穴を見つけると、その場で自身の指や舌や、編集済み、等、穴の大きさに近い身体の部位を穴に入れます。挿入した時点で SCP-196JP との細胞レベルでの結合が始まり、穴から出すことはできなくなります。その後、約15時間かけて一体化し、SCP-196JP に変異していきます。変異が終了した時、元の SCP-196JP の上に、新たな SCP-196JP が誕生します。2000年月日、ある料理店を調査しました。この店舗は日本生類総研と関係していることが事前の調査により判明しており、当初は日本生類総研関連の尋問調査を行う予定になっていました。突入時にはすでに店内は無人で、厨房にはまな板の上に覚醒化状態の SCP-196JP があり、散乱していた包丁や食器等の状況や後に行われた店内の詳細な調査から判断して、おそらく SCP-196JP の調理が行われようとしていたと考えています。SCP-196JP の存在が基地ではなかったこともあり、エージェント2名の被害が出ましたが確保には成功しました。この時の個体が最初に発見された SCP-196JP です。さらに調査を重ねた結果、奈良県、死にて、底辺に日本生類総研の刻印がされているものを発見。他の SCP-196JP には刻印はないため、これがオリジナルだと考えられています。これを材質分析したところ、ほぼキアンコウ、ローフユスリトロンヌの細胞でしたが、わずかながらに人の細胞も検出されました。後に2000年に行方不明になった当時奈良県在住の10歳の少女の細胞であることが判明しました。